まあ、今回のこの GTR はロケットバーニーワイドボディキットを使って、あとまあ日本でほとんど入ってきてない、まあ、ブリックストーンフォージドっていう、まあ、アメリカの単造ホイールを使って、細かいところで言えば、まあ、クラフトスクエアっていうメーカーのドアミラー、あとは、まあ、あえて、まあ、ビッグウィングとかつけないで、まあ、ウィングレスっていうところにこだわって、シンプルにさらっとかっこいい感じですかね。車として見てかっこいいとかじゃない、なんかその車をかっこよくしたいっていうよりはそのバランス取りたいんですよ。色、そのボディの形のバランスだったり、色の組み合わせのバランスだったり、だからその中でじゃああえて外してなんか入れるっていうのもあると思うんですけど、でも基本的には大きく外したくない。それはそれでつまんないのかもしれないんですけど、安定したかっこよさっていうのは出てくる。鉄板的な、誰が見てもあいい組み合わせだよねとか、